プロデューサーを務めます安藤光輝と申します。最初ドラマ制作、みんな一人ずつ企画を出してくれ、まあ、企画を持ち寄って決めようということになりまして、で企画が94個集まりまして、でそこから、11個に絞られました。であとは先生と僕たち学生も含めて挙手で、はい、絞りました。技術家の大渕日奈子さんという方の企画と、放送芸術家の、グエントゥ・チャンさんの企画がありまして、でその2つの企画を合わせていいところを取って最後1つのドラマの企画となりました。放送技術科2年 TA クラス大渕日奈子です。今回企画脚本を担当しました。まあ、これだけの企画書がある中で自分が頭でこう考えていたものが形になるっていうのはものすごくこう楽しいことだし、着ぐるみに関しては、まあ、自分がこう一番重きを着てやりたいことで、まあ、着てその着ぐるみを着て実際に芝居をするっていうのはもちろん大変なことだと思うし難しいですけど、それをこう考えついた時にそれをあえてやりたい。幼稚園は、まあ、自分がこう10年以上前実際にまあ行ったところで、まあ懐かしさもあり、で実際撮影するってなったら、あ、こんなに狭かったんだとか小さかったんだっていうのもあったんですけど、あ、形になりそうだなっていう、面白いことができそうだなっていうのはすごく実感としては手応えは感じました。ディレクターやります、松井優太です。よろしくお願いします。そうですね、まああれですかね、まあ主人、自分と脚本さんが思い描く、そのイメージ、キャラクターのイメージに合った人っていうのがまあ前提なんですけど、まあ、その上で、まあ、演技とか見ていく中でやっぱり人それぞれ、まあ、読み取るキャラクターのイメージは違うと思うんで、そこはちょっと考えさせてもらって、であとはそうですね、やっぱまあ経歴も見させてもらったんですけど、そうですね、いろんな役がこれから全然できるんじゃないかなっていう人をどんどん入れていったりして、あとはもう本当にその人のイメージだったよく読み解いてくれてる人を選んでいきました。学生時代の全ての結晶というか、演出、今まで覚えてきた演出、まあ、ちょっとアイデアをひねったりしてそれを出していくのがドラマになって、でその上で、まあ、人間関係とか、まあ、礼儀、役者さんとの礼儀であったり制作的な、まあ、段取りであったり、それ全て今までの授業で習ったこととか、まあ、授業以外で習ったことが全てドラマに生かされているというか、ドラセで使わなくちゃいけない、自分から出していかないといけない集大成というか、今までかけてきた時間が違うんで、ドラセ、それなりに自分も考えてきたし、みんなもこの撮影のために撮影部のために一生懸命やってきたので、もう確実にうまくいくと思います。